さあ出発しましょう。33回まで来ました。すんごいちょっと気持ちいいんですよこれ。よいしょー、いやー、あー出た出た、あいつや。もうこいつから強いよ、力がみなぎってきた。すげえ、あ桜型に花びらのように広がりましたね。空と君との違う空と仏の間には今日も冷たい雨が降る。両方イン入ってるはずやから、このタコレップとか、まあ、それでも強いな。まあ、倒せへん。もう一撃で倒すっていうのはちょっと難しくなってきたな。まあ、やっぱこのドーンっていうのが結局効率がいいって感じですよね。金縛りやん。そうか、あいつに撃ったから気づいてなかっただけなのか。なよなよハニー、レベル20に下がった。2下げられたってことなのか、1下げられたってことなのか、どっちかがわからない。ハニーハニーハニー系、くねくねハニーシュー、レベル1下げてくる。まあ、1下げぐらいなら全然いいっすね。テンタネでまたカバーするから。あたつなこいつ、もうワンホーや。1個だけゲットできた、死神マン。空中や壁の中を移動できるようになる。強いぞー、これは強ぞー、これ強ぞー。よし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 、これは強ぞや。オッケーオッケー。特攻には使わない、力の回復を待つ。我慢の特攻に。ちょっともうどうしよう、アイテムちょっとアフロディーテになってきてるよ。水鉄砲一回交換するか。結局3ターンしかしのげないですからね、水鉄砲は。もうやめろー、俺のツボがー、お前してんねん、お前ほら。ふざけんな。好きね、あなたも。隠しておこう。下貫いたらもう一個いけそうやだな。あ、これだ。どこから来てん、おい。びっくりした。いやーでもほんま、あれが欲しい、あれがめちゃくちゃ欲しい。かまいたちがほんま欲しい。気配察知、かまいたち、そのあたりですよ。やっぱガチっていくのが限界がいずれ来るから、今ですらそんなに火力は高くないですからね、かなり無理やり戦っていますので、バッテリーが少なくなってる。
あんだけ充電した、あれだけ充電したのに。こいつや、このアホや。あいつを舐めたら、えらいことになったんですよね。かまへんかまへんとか言ってて、前回の敗因の、大きな敗因の一つですよね、あれが。あいつを野放しにしてえらいことになった。で、腕輪で対応したかったけど、斬鉄剣強いやん。因数もめちゃくちゃ多いし、ただ斬鉄は入ってるんすよね。入ってはいる。いやもうどうしたらいいの、マジできついな。でこれ相当な頻度で来るな。 あ腹立つな、ほんま。結構な頻度で来よるわ、あれ腹立ちますわ。でもどうしようもないもんな。変化5個とか来てくれてたやんか。吸い出し使うからさ、やらしてほしい。あ、水流がすごい。ということはイカダが来ますか、この形。あれイカダ来た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 。乗ってきた乗ってきた。はいよ。お化けもなかなかいけへんわね、こいつな。しっかりやっと対処しといた方がいいのかな。なんかまだもったいない感じもしてしまうんですよね。なんとかなりそうな気もする敵じゃないですか、こいつ。いっぱいアイテムあるな。とりあえずもうこっからは経験値貯めてレベル上げるとかをあんまり考えなくてもいい。全然大丈夫、全然大丈夫だから焦んな。しっかりと道具を選定していくことが大事だと思います。やめろやめろ。オッケーオッケー、いいっすよ。いや何回でも金縛りはいいっす。そこはね、傷ちはいらんな。
オッケー、落ち着いて。こいつを倒そうとしていいことは特にはないので置いていく。そうやな。これでいきましょうか。まあ、減らされた分ちょっと増やして、連発出ると強いっすね。ほんま連に両方ともかかってくれるからすごく心強いというか。あっち側は何もなかったんかな。からしか行けない。川の方から登っていけば行ける。ランブポリゴン、こいつランブポリゴン、もう分からないんですよ。歌うポリゴンか。黄色いやつがランブポリゴンや、多分多分ね。流れていこう、流されるままに流れていこう。うわー、やばこいつマジで。流されるままに流れていってたら、川の流れのように流れていってたら現れやがった。ポリゴンは止め、おー、ランブポリゴン、これがランブポリゴン。クソじゃない、ランブポリゴン、クソ中のクソじゃない。オッケーオッケー、逃げ逃げ逃げながら、まあ、たた出会ったらまあまあまあ倒しますけど。お祓いあってもいいなー。なんか今回序盤はめちゃくちゃ呪われたけど、後半あんまり呪われてなくて、呪いのなんていうか必要性があまりないんでね、全然使ってないですけどね。どうしようかな。何にも、もう何一ついらないものがないんですよ。そんなことある？じゃあ、トグロ堂の神髄35回。ドラクエっぽい、ドラクエの闘技場みたいな。邪魔くせえ。食らってる気ぃついたら、そんな食らってんの。すぐにハニーに取り付こうとしとるな。ハニマルコラ。いやー、草、最後の草か。目つぶしや、もうそれしかない。夏つけでいいよね。目つぶしでいいですよね。で、目つぶしはもう今インストールされてるから問題なしってことね。ほっとこ、こいつ。
将軍。やめろや、おら。将軍。そほんま。大変やなこれ。よし、このマップとかもね、昔はやった。くそー、この速さで飛んできてんのかよ。昔はね、店とか結構よく、もうにやれや。よし、うわ強っ。こんなんまともに相手してたらえげつないっすね。えげえげやんか。あー、またや。一回切る。よし、一回までは許そう、マジで。よっしゃー、復活つも。来た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 。向き合ったらこういうことも起こるって。ほんまにほんまに。向き合っていたら、ああいうことも起こるんですよね。起こしたか？すまんな。お店はなし。死の恵み。よー、嬉しい。ラッキー来い。いやー、まあまあ、ほんまにちりつもやけど、絶対変わってくるから。識別か。復活を識別したいですけど、識別って他持ってたっけ？持ってないな。よーし、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 オッケー。これの引きがやばい、今回は。このラッキーの引きがいい時も、僕の中では結構上位までいける時っていう感覚がありますね。もっと不思議に関しては。これは昔から、このラッキーシステムはあるので、これ強いっすよね。でっかい出た、水鉄砲。ゴーゴーゴー。経験値がゴーゴーゴーですね、死神。序盤はちょっと足踏みして、死神系が寄ってくるのをちょっと待たないと。そうそうと通路に行ったらマジでいきなりやばいから。あー、やった。ついに、ついに下げられた。一段下げられました。二発切っても倒せない。めっちゃ湧いてくんな。え、めっちゃこっち並んでんな、ちょっと。HP 回復して。よいしょー。おー、腕は、オパール。ネパールみたいな。よく言ってるな、これ。え、腕輪はマジで欲しい。マジで欲しいんです。お払いがあるから、装備してみるでいいんですよ。いいと思いますよ。ちょっと充電、充電、充電。はい、充電、充電。充電オン。オッケー。装備して、
力違う、これ違う、一歩歩いて経験値じゃない、敵の位置もわからない、もう何の何にもわかりません。マジで何にもわかりません。情報が錯綜してます。よし、次から来るもんな。あーやめろ。あー減ってきたな。なんとか抑えたい、なんとか耐えたい。なんとか40回でなんとか耐えたいな。めんどくせえやつだぜ本当に。拍手や。よっしゃ久しぶりですね。力はもう無理やな。どうしよう。いやもうどうしよう、パンパンすぎてやばい。どうすればいいんやろ。オパールが気配察知じゃないことは分かっているんすけど、いやもう無理や、ちょっともう無理っすわ、寝たい。無理やねほんまに。吸い出しと交換しようか、上位互換やからね、文句はないやろ。もう困ってないね。困った時困った時ってうるせえな本当に。あーミスった。識別に困ってるよ僕は。さあ、来い。魔物ではない、力違う。これ困った時でいいかな。これもでも分からないですね。回復や。回復や。これはもう絶対やわ。これは持っていく価値あると思うな。え、困った時祝福されてたんや。え？回復かですよね。もう一回確認するんで。よし回復や。倍ぐらい回復してる。これでアークとかにもかなり対応できることになる。というかアーク折っても回復できるな。いやもう持っていけないです、マジで。壺くれないと。ついていこう。おにぎりはちなみに、巨大と特製なんですね。来るね。部屋行きたいだけなの私は。よし消えた。でっかい気配が消えました。はい、ま
巻物を残していきました。だいたい困った時とかが多い気がするけど、ですよね、ですね。困ることがないんだけど、唯一困ってんのはもう力が減ってるってことなんですけど、まあ、HP 回復とかね、その辺はもちろん。絶対に必要なことではあんねんけど、いや、持てないっすわ、マジで。どうしようかな、ほんまに。ほんまにどうしようかな。131。耐えて。ここまでこぎつけた。ほんまに耐えて戦ってきたから。おお。一個たりともね、無駄にしたくないんすよね。お祓いの巻物は困った時よりもちょっと呪いに関しては能力が薄いんですよね。で、すごい難しいなこれ。いや、まあ巨大なおにぎり食べてもいいかなって感じで思ってるんですけど、巨大なおにぎり食べて困った時を持っていく。まあ飛びつきトンネル、まあ、吹き飛ばしはいらんか。ただ識別できてる杖を置いていくっていうのがすごい心苦しくて、いや、なんともな。ごめんなさい、ほんまごめんなさい。これでいきます。で、これオパールがもうわからないですけど、少なくとも気配系じゃないから置いていくことになるかな。吸い出しなんても持ってんのか、持っていけるわけがないわ。もちろん全部持っていきたいんですよ。持っていきたいんですけど、最大限精査してこれや。でも前回の反省を生かして、なるべく滞在しながらアイテムの全回収は目指していきたい。とは思ってます。怖いよ。金縛りね。いや、欲しいっすよ、そら欲しいっすよ。食べられる。食べていく、これは。よいしょ。また食べ物。食べられるもんな。食べ物ですね。巨大食べます。少しずつこうやって5ずつでもいいから回復させていけばね、ここの傷が浅ければ後々かなり効いてくるから。本当にそれこそ困った時とかでも回復する量が多いわけですから。桃か、ん
こいつ発射しようとしとんな。これももやんね。店はなし。死神とかパコレプの桃を作っていく感じですかね。どうしてん、あいつ、あいつ見えてへんのか、目が。大暴走しとるやつがおるわ。こいつの桃は、おい、歌うポリゴンマンはどうなん。空腹の罠の効果を受けると攻撃力が上がる。ちょっとマンを作るか。まあまあそんなに使わないですけどね。スタンバられんのが嫌やからちょっと移動しといて。めっちゃスタンバっとるやん。違うか。おお、スタンバっとる。めちゃくちゃしとるこいつ。はい、よし、はい、よし、当たってる当たってる。ここもありますね。あー、これしょぼいな。使えないように封印しておいて。よしよしよし、ラッキーラッキーラッキー。やられなかった。ある程度覚悟しましたけど。またマンや。いや、マンめっちゃいいんですけど、もう絶対モテへんし。めちゃくちゃいいとは思ってるんですけど、モテないんですね。あいつやっべ、もう無限に往復しよることになるな。これ見え見えてへんパコレプってやばいんやな。とんでもないことになっとるっすわ。金縛り1、決別されてる方がいいか。金縛り1を持っていくのと場所替え11を持っていくのやったらどっちが価値あるよっていう話ね。吹き飛ばしを置いてでも金縛りの未識別を持っていこうと思います。桃マンどうするかやな。この桃間を持っていきたいですけどね。いや、もうアホらしいな、マジで。どうしたらいいね。これ捨てようか。1でも持っていきたいんだけどな。これほんまどうしたらいいんやろ。かつお節で満腹の時に食べたらどうなるんやろ。もう増えないのか。あー、ごめんなさいね。お祓いを置いていくか。
はい、はい、すいません、紆余曲折ありましたが、楽しい。おいしょー、ハニーハニー。いやー、もうレベルがもうここからずっと停滞中ですわ。ずっと停滞している。さあ、クリティカルでも効かないって。でね、本当にお店もなんもない。よしよしよし、まあまあまあ、よかろうよかろう。成果は出てる、成果は出てる。一個だけ壁に埋もれてるっすね。でっかいがもういすぎて、ちょっとでっかいにひしめいとんな。ツルハシか。まあ持っていけたら持っていきますけど、優先度としては今は低いかな。もうランブポリゴン、来ました、ランブポリゴン。こいつは確実に仕留める。ふざけんな、おら。いや、強い。これ、向きになって戦ったら、もう、ババババババって弾減らされる。それをやったんでしょうね、僕は前回。70ぐらいまでもう、ドル円みたいになったもんね、ほんまに。70円ぐらいまで、円高進みましたもんね、あの時ね。なんとか100で耐えてるけど、もう消えてくれてもいいと思うけどな、階層的には。もうええでしょマジで、許してくれよ。もうマジでもうええでしょ。困った時かな。また血の恵みありがとうございます。いいのはもらえるのよね。白紙とかの時もあったと思う。なんか巻物を一個落としてくれる感じなのかな。あ、ラッキー。しかもラッキー起こった。あかん。魔法弾避けは絶対にあかん。まあもちろん今後の出方にもよるけど、今後のモンスター分布にもよるから確認しましょうか。魔法弾避けは、まあ、当分大丈夫か。まあ、当分大丈夫っすね。ぼちぼち、あれが始まるんですね。爆弾ラッシュが。まあ、ここまでにナバリを入れられてなければ終わりの、ニューステージ、ニューステージ到達っすね。やった。また41、ようやく41に戻りましたよ。お次や。やった、嬉しいわー。一回もお次受けてないから、僕。今回の冒険で。次よ、マジで。
こどこどこと6ずつ回復させてやる。どこ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 、いい回復力。縦にお告げ入れたいよ。こいつほんま鬱陶しい、ほんまに鬱陶しい。もうこれ以上は下げられたくない。闇フクロウがおるよ、どっかに。睡眠か。睡眠は絶対いる。つけないと。もうそれで戦ってきたんやからね、前回。意地になるな。やれないときはやれないぞ。99まで下がった。あーきつい。店は店。やっぱ下がるな、このエリア。もうえげつないっすね。2桁まで下がってきた。次の回以降多分マゼルンが来ますわ。140もあるんすよ、これ。いやー、もうどうすっかな。ふざけんなって、マジで。一個だって置いていきたくないんですけどね、ほんまに。もう何もかもちょっと壺が出てなさすぎません？壺って出ないの？出ないものなのか。コーヒーを。40回、マゼモンが来ます。そして戦車が来ます。三日月が入っていないので、爆印が入っていないので、基本的にはこいつらを倒すのはもう無理です。混乱とかさせて、これこうするしかないです。厳しい戦いが予想されます。味方とか関係ないよ、もう。味方とかはもう全く関係がないですね。てこった。いや、ほんまもうむちゃくちゃでしょこれ。金縛りの意味はないぞ。
どうしたらええのこれ。嘘やろ。めちゃくちゃ強えがな。嘘やろ今の。身代わりを一時しのぎすることになるなんて。特殊が入ってもこれ勝手に倒しよるんすよ。勝手にやっちゃいよるから誰にならんで、これまあいいわ。力回復したっすよね。一鉄戦車磨き状態が解けた。いやこれは思った以上にシャレにならんな。火力が低すぎてもこれでも、ね、仮にマゼルに来てもほんまに危ないっすよね。スッて来られてズドン撃たれたらもうそれで終わりやから。力の限界が一気に上がった。広い識別こうやってこうやってこんなことやってる間にパーン来よったらやばい。もう終わりやから。ほんまその怖さが半端やないわ。いやこれさっさと睡眠とか入れんとえらいことなんぞこれ。山美くん、あれ来てもさ混乱さしてドンって食らってもめっちゃ火力あるんで、その別になんていうかな物理がいきなり弱いわけじゃないんですよね。結構こいつらの嫌なところですよね。いやもうどんだけやんねんってマジで。ってくるやんな。思った以上にすごいわ。いやすごいわ。ちょっと落っつくかなこれ。回復でほんでバトルカウンターが機能するんですけど、攻撃力上げなあかんから冒険マンズカブラ。どれぐらいきついかな。40くらって もう一個いきますよ。このザンがさ、金属属性であれっていうね。こいつ
金属属性かな。ちょっと入ってる感じあるね。ちょっと入ってる感じがある。よし、一回回復かそうか。いや、さっきより入ってる感じがある。これ金属属性の効果じゃないかな。効果なのか、もしくは剣の強化値が上がったからなのかわからないですけど、ちょっと効いてる感じはしますけど、さっきよりかは。よっしゃー、嬉しい。少しでもね。え、大丈夫これ、大丈夫。ここで戦った方が絶対にいいっすよね。これはでかいな。飛びついたのは相当でかいやろ。ちょっと大丈夫マジで。来てる来てる来てる。すり抜けてくるっすよね。倒してこうなるよな。もう絶対そうなんねん、絶対そうなんねんって。ここは一緒に飛ばして、耐えたやん、耐えたやんか。素晴らしい。いやもういやいやいや、もう絶対壊すもん。三河市はどうなんや、三河市ってどうなんやろ。もう消えたからもうどうでもいいけど。幸せももう今となっては別にいらんすもんね。だけの問題やから、あーもうほんま腹立つね。まあ、一回止めようか、一回止めよう。やり合えや勝手によ、こっち来んなや。けやばすぎる、まずやばすぎます。無茶やでこいつらほんま。オッケー、ちょっとしんどかったですけども、まあなんとかって感じですかね。なんとかしのぎ切ったと言っていいんじゃないか。あれ巨大なおにぎりどこ行った、置いたまんまか。巨大なおにぎり置いたまんまや。取りに行きたいけど、
れまた解放されてもうって感じじゃないの。来てくれた。あー危ない。誘爆が入るともうえらいことになりますからね。何してんねマジで。いやーきっつ、動きも早いからさ。取りに行けないっすよ。シャレなんねえな、もうシャレにならんな、マジで。むちゃくちゃきつい。いや、ほんまきつい。こんなになんかめちゃ今まで溜め込んできたアイテムがこんなにスカスカになる。スカスカおせちやで、これほんま。ここまでほらスカスカおせちになるとは思いもしませんでしたわ。やったやべえ。起きとんのよな。食べられる、倒したいけど。なんでこんなんなんのマジで。なんでこうなんねん。いやもうソイヤサじゃないのよ。ソイヤサ、こっちだってソイヤサやぞ。女もお前らがソイヤサやったらこっちだってソイヤサやねんから。お前らがソイヤさやったらこっちもソイヤさ。ソイヤさにはソイヤさで返す。やっていい？ほんま頼むで。ほんま頼むぞ。金縛りの杖を剣につけたいんですよ。か、これにお告げをつけたい。数ターンだけ間に合ってくれる？隠れてんねんな。魔法弾よけはもうやっとかな。忘れてるっすよね多分。忘れたらあかんからやりますわ。僕のことやから絶対に忘れる。なんかもうごっつぁ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 落としてたから、金
場にならんな。金縛りになるって言うてんけ。よしよし、とどよけ。今さら大きいおにぎりね、大きいおにぎり、はい、ちょっと待って、いつまで続くんやっけこれ。まだまだですよね、こんなとこで。だから日寄ってたらあかんよ。こいつらとの戦いは死ぬまで続くね。ひよってたまるか。命か。こういう時復活とかくれるんちゃうの。三河市ですよね。三河市一回まず炊いてみようかな。どうなるかですよね。見かわせるもんなんかな。うわ、狭。まあ、見かわせないな。冷え冷えみたいなやつじゃないとダメやな。かわすとかそんな問題じゃないな、これは。何の意味もないですね。いらん女を見かわし。いけ。次回こっから行きます。多分死ぬと思います。